さて、日本の伝統和楽器三味線、その三味線を現代流にアレンジしたアーティストを名古屋で発見しました。その名もエレクトロ三味線、その正体とは。日本の伝統和楽器三味線、それをエレクトロミュージックで奏でる。新ジャンルの音楽、エレクトロ三味線とは。こちらのお店に新しいジャンルの音楽を作った方がいるということで、ちょっと調査してきます。名古屋市西区にあるルッカフェアンドール、自家製ケーキが美味しいと評判のお店だ。こんにちは。新しいジャンルの音楽を作られたとお聞きしたんですが、はい、本当ですか？はい、そうです。沖田博さん45歳。沖田さんはこのお店でマスターをしながらエレクトロ三味線という新ジャンルの音楽に取り組んでいるプロの三味線奏者だ。あちらが三味線ですよね？そうです。はい。あれ、見た目は普通の三味線と変わらない。はい、はい、これがエレクトロ三味線。はい、はい、おー、はい、しっかり重みあります。はい、結構重たいんですよね、しっかりと。太鼓と呼ばれる四角い胴体に長く伸びた竿、そこに弦が3本、至って普通の三味線だ。しかし奏でてみると、お、実は太鼓の中に音を拾うマイクが入っていて、それをスピーカーにつなぎ音を出しているのだ。しかしその仕組みだけでは、はい、これでこう伸びがないというか。そこでエフェクターと呼ばれる音を増幅する機器につなげ足で操作すると、からの響きもいいですね。はい、ありがとうございます。はい、沖田さんが三味線を弾き始めたのは中学生の頃。もともと実家が和楽器店で三味線を製造、物心つく頃から身近にあったという。民謡をちょっと 2,3 曲弾けたんで、それだけやったんですけど、20代にちょっと日本の伝統とかを勉強したら、自分がやってた三味線すごいなと思って、そこから本格的に三味線奏者への道を歩み出した沖田さん。まずは自分の三味線を聴いてほしい、路上での演奏活動を始めたのだ。しかし民謡が3曲しか弾けないしもうなんかあんまりそう上手くもない、その大会出るようなこともしてないし、お客さんはもう通りすがりにやめちまえとか。その後腕を磨くために上京、そして同じ音楽を目指すパートナーと出会い、ブーブというユニットを結成。すると自主レーベルで発売した CD が大ヒット。もうすごい勢いで売れました。へえ、すごい勢いでしたね。はい。しかし曲作りに行き詰まり、5年ほどで解散。名古屋に戻りソロ活動を始めたのだ。するとポルトガルから、え、呼ばれたんですか？はい、呼ばれました。びっくりです。はい、なんと去年8月ポルトガルで行われた2万人規模の国際文化フェスティバルに日本人で唯一招待されたのだ。うわー、来てくれてありがとうみたいな感じでポルトガルの方は沖田さんのことをどのように見つけられたんですかね？はいはい、それが最後までわからない。わからなかった。わからない。カフェのマスターとプロの三味線奏者、二足のわらじを履きながらさらなる高みを目指していく。続けていくことが一番大事だと思うんで、チャンスがあればメジャーデビュー。
三味線の音色を聞くと三味線のイメージ変わりますね。変わるな、革命みたいな感じですよね、うん、はい、あそこの壁に行くと沖田さんに会えるわけでしょ、うん、ねえ、ややカメラ目線気味のあのドヤ顔とあの演奏見に行ってみてください。